アンシーズは、宮沢ま音、ちょ、癖、イラストによる日本のライトノベル。第8回スーパーダッシュ小説新人賞、佳作受賞作。修営者のスーパーダッシュ文庫より観光。ごくごく普通の常識的な高校生、木野崎智は、転入先の飛群が田学園高校なる、男子校を下見に訪れる。うっかり眠ってしまい、気がつくとどういうわけかサーベルを持った。 金髪壁眼の美少女、ヒカルとハンマーを振りかざす黒い甲冑、黒明との戦いに巻き込まれてしまう。状況が分からずに慌てるともに、ヒカルは抜刀張りを与えてアンシーに変身させる。そして、ともは、わけも分からぬまま自らの男を武器に変えるアンシーたちの戦いに巻き込まれていくことになる。主要なアンシー当初はヒカルと 力王丸の二人で支えていた小サークル。友の加入をきっかけにメンバーが増え、結束も高まっていく。個々の能力が非常に高く、生徒会からも一目置かれている。生徒会が区内最大にして最強を誇る巨大サークル。会長である古川を中心に明確な上下関係と卑劣な戦法を用いて勢力を広げるが、規模が大きすぎるため一枚岩とはいかない。 竜巻組グミリーダーのギルを中心とした小サークル。規模は小さいながらもそれなりの戦力を持ち、メンバーは固い結束で結ばれている。刀タセリオオタケ会以外にも、アルバイトや、ノラアンシー退治なども行っている。その他のアンシー、ありがとうございます。